阪急宝塚線地漢園在事件とは2000年に阪急電鉄宝塚線で起きた地漢園在事件である。阪急宝塚線地漢園在事件とは2000年3月23日午前8時過ぎ、阪急宝塚線豊中駅から13駅の間を走行中の急行電車内で起きた事件である。満員電車が豊中駅を発車した直後から当時17歳の被害者 A は 下着に手を入れ電部を撫でられる、肛門を触られる、着衣の上からチブサを揉まれるなどの歪説行為を受けた。A は犯人が着用していた特徴あるブルゾンコートを指認し、電車が13駅に到着した直後に電部から離れてゆく犯人の左手を目で追い、掴んだとされる。手を掴まれた専門学校教諭の B は一貫して犯行を否定したが、 B にはあえて混雑した電車に乗るなどの不審な行動があった。大阪地裁での審理においても A は B が犯人であると証言したが B の着衣を指認したタイミングや手を掴んだ位置についての供述は変遷が著しく、また A は供述に関して捜査官から誘導や示唆があったことを認めている。さらに検察側は一審集結間際まで B の 犯人性に関する実況、見聞を行っていなかった。10月19日、山田工事裁判長は、痴漢行為中と B の手を掴んだ後の記憶を A が混同していること、社内の状況から見て一度体から離れた手を目で追うことは極めて困難であること、B の不審な行動は、春季の出勤時間のずれによる手違いで説明できることなどを認め、B に無罪を言い渡した。 検察は控訴せず、その後無罪が確定した。ありがとうございます。